皆さんこんにちは。今日はですね、上野愛咲美四段と本木克弥八段の乃木対局の模様をご紹介したいと思います。まあ、上野八段とね、上野四段と本木八段はね、まあ、乃木でよく対局してるんですけれどもね。で、よく対局してるだけじゃないんですよね。実はよく対局しているし、また大体同じ布石で対局してるんですよね。まあ、それがちょっと面白いところなんですけれども、はい。ではまあね、初手から見ていきたいと思います。上野四段の黒番ですね。まあね、二間に開いて、まあ、コスミじゃなくて、小目をかかるということですね。まあ、小目は大きいですからね。はい、で、まあ、ハサミ、二間高ハサミですね。大体いつもこの布石です。黒番の時、上の枝は。大体この布石ですね。で、まあね、ここで、まあ、本来だったらね、まあ、こういくのがね、まあ、普通なんですけれども、こういって、こういって、切って、こういって、まあ、こういう定石ありますよね。こういう定石になるのが、まあ、普通ですね。まあ、これ、最後まで示しますと、で、まあこういって、まあこういって、まあこういって、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 こう。まあこういう布石になるのが、まあ一番もっと分かりやすい布石ですね。二間高ハサミの時の、はい、布石なんですけれども、まあ、あとまあ白はまあ白はね、まあ、こういうところが先手になりますね、はい、先手になったりします。まあ、こういう布石がまあ一般的なんですけれども、まあここではね、手抜きました。はい、で必ずまあよく手抜きます。で黒がかかりまして、まあ、挟みましたね。今はここが大きいですから、白がね、ここを挟むのが、最善手ですね。はい。で、それに対して、また、この大ゲイマにね、大ゲイマにかかるのが、上野流ですね。上野四段は必ずと言っていいほど大ゲイマにかかりますね。普通はまあ、この辺なんですけれども、はい、上野四段はここにかかります。はい、で三々に守りましたね。はい、で一間飛びましてコスみましたね。まあ、コスみましたから、でまあ一応中央に逃げ出しましたね。でまあかけたっていうんですかね。はい、でこれまあ出たら一緒に出ようっていうことですね。そのリズムでこう出たら出てって、でこっちを封鎖しようって、そういう考えですね。ですから黒も結局出ることはできずにコスみましたね。ここねコスみました。でをつけまして一応封鎖はしましたね。ね、まあ一応ポン抜きましたけど、で白はここ当たり打ちまして、でこれ継ぎましたね。でこれ継ぎましたけど、一応ね、人工知能はこの継ぎに対して何ら評価を示してないんですね。だから、まあ、評価値としては非常に小さいと見てますね、この継ぐ手は。ね、まあ次に規模がこう来るんですけど、でも結局この手は人工知能は、こんなとこ、ここはあくまでもここで頑張って、もうなんかこういうとこつけたりして、打てと。もうそういうふうに、人工知能は言ってます。ここの次は小さいと。
いうふうに見てますね。はい、まあ、それはいいとして、で次まして、まあ一応ね、まあこういきまして、こうやってまあこっち渡っていきましたね。はい、でこういきまして、こういって、この下がった手なんですけれども、まあこの下がった手がね、まあ私にはちょっとその次の一手はちょっとわからないんですけれども、はい、まあ人工知能はまあ普通にこういけと言っていましたけども、まあもしこういったら黒ここついで、まあ2軒ぐらい開いて、まあこれぐらいが順当なんじゃないかという感じなんですけれども、でまあ黒ちょっとここあの跳ね出しの味があるので、まあこんな感じでいってね、これでまあそのまあこんな感じではないかと言ってたんですけれども、そうですね、これでまあ白がちょっと良かったみたいなことなんですけれども、まあね、まあ下がりましたね。で結局桂馬にかけ、まあ桂馬に打ちまして、つけてつけ切りですね、で下がってですね、これ切った手がこれ悪手でしたね。勘違いしたんでしょうかね、切った手が。これちなみにですね、まあ、黒がまあこういったら、まあ、こういうふうにいって一応これ取れてるんですよね。これずっとここまでいっておいて、こう切れば、あ、すいません、これ継がないといけないですから今度。でこういっていけばこれは取れてるんですよね。だからまあこれでもよかったたような気がするんですけれども、まあこう切りましたね。ここでこれ切った手がなんかちょっと悪手だったみたいですね。で当たり打ちまして、でこういきましてね、まあ一軒飛びました。で空き三角に行きましたね。これ空き三角に打った理由なんですけれども、白にね、まあ、例えばまあこういうとこ飛ぶのがまあ普通はそうなんですけれども、これは先手にならないので、結局こうなると白にこうやって行かれちゃうんですよね。でこういったらこういって、この黒石がまあ取られるんですよね。結局こうなると、でまあそれを嫌ったみたいですね。ただその人工知能的にはそれでもまあこっちの方がいいとは言ってたんですけれども、まあ要するにまあ空き三角で言ったのはそういう意味ですね。もうこれで結局こう守ったら、まあこういけば、あ、しまい、白守ったら白がね、こういけばいいですからね、守ったらね、これ取れますから、まあそういうことだったと思います。まあ、かといって、白がこういくのもね、まあ一応これは先手になるんですけれども、これはちょっとね、あれですから、これはね、まあこういったらもちろん、白も、まあこれ取れますけど、この、石をね、これはちょっとこれがひどいですから、ですからまあそういうことだったんで、これはちょっと無理ですからね、ちょっと形的にも。でまあそういう意味で空き三角に打ちましたね。でまあ竹振り守って結局取りましたね。でまあ一応ね、まあこう打ちまして、まあ一応この大場に行きましたね、ここね。でまあ、ここでは切りはしませんでしたね。はい、
で、この、そうそう。で、このちょっとね、つけ越しがですね、まあ、私にはちょっとまた理解ができないんですけれども、なんでこういうつけ越し、このつけ越しがしたのかと、何があったのかっていうことなんですけれども、結果的にこのつけ越しはあんまりいい手ではなかったみたいですね。はい、なんか狙いはあったと思うんです。私ちょっとその狙いちょっとわからないですね。はい。まあこう言って、まあこう当たり打ちましたね。まあ当たりよりもここはですね、まあこっちを素直に取った方が良かったみたいですね。はい。こっちの切りがありますので、早めにこっちを取っておいたらこっち継ぐことができますから。まあ、でここにまあ一発打たれたのが後で後々効いてくるんですけれども、実は。まあ、まあ、後で効きになります。効いては来ないですね。あ、効いては来ないです。効いてこないんですけれども、まあ一つの効きになりますよね。この関係の、ここのダメ詰まりの関係の効きになりますからね。はい。で、まあこう取っておきましてですね。で、まあその二間開きの、まあ急所ですね。そこに打ちました。で、まあ結局こう切りで、こう手抜きましたね。白、黒が、まあ、これ切りますよって、分断しますよって手抜きましたね。今もう白相当悪いですよね、今この時点で。人工知能で見たらもう90超えてますね。はい、90超えてました。もう白相当悪いです。もう地合いももう9目以上あり、差がありましたし、相当悪いですね。はい、もうこの手も悪かったし、まあこの切った手も良くなかったし、まあそういうのもあって、もう今はかなり形勢が黒に傾いてますね。で、まあ一見飛びまして、まあその白もね、まあなんか頑張って、そのまあ取ってしまおうということなんですけれども、覗きまして安全にで飛びましたね。で、アキ三角打ちましたけど、まあ今これはもう、まあアキ三角、まあアキ三角でもいいですね。アキ三角か、まあこっちなんですけれども、まあアキ三角で打ちました。で、まあこう守りましたね、これね。で、これでもね、何ですかね、今ちょっと形勢が悪いですから、こうやって、まあこう守るよりも形勢が悪いですから、まあこんな感じで割り込んだらどうだったかという気がしましたね。割り込んでちょっと相手に傷をつけておくと。で、まあ一応こういう感じで切っておいてね、置いたらどうだったかという、あ、すいません。で、こういう感じで、これ切っておいたらどうだったかという気がしますって言ったね。はい。こういうふうに打ったらどうだったかっていう気がします。今悪かったですから。はい。で、黒もね、これ渡る、生きないといけないですから、こうやってね、こうやって生きないといけないですからね。はい、生きたらまたこっちのあれもあるし、そういうのありますから、そう、こういったらどうだったかなっていう気がしましたけど、まあ守りましたね。で、こう継ぎましたね。ここ継ぎが回りましたね。はい。で、まあここ、こう行って、そこでまあこっちに打ちましたね。まあこれ捨てた、捨てた。やっぱりここ気持ち悪いってことですね。はい。切られると。ここを。こんな感じで。これ分断されると気持ち悪いということで。はい。で、ここ打ちましたけど、これは、下がりましたけど、白。この下がりは、実は成立はしなかったですね。こう受けましたけど、上の四段、これはまあ切ってしまっても良かったですね。まあ2目取られたらいけないですから、こういかないといけないんですけども、これ切ってしまって言えば、これ取れてましたね。
なんでかっつったら、この利きが効いてるんですよね。まあ、白こういくのが最善なんですけれども、こういってこれちょうど当たりになるじゃないですか。でこういってこういけば、これ取れてますからね。はい。で、こういう手があったから、これは実は、まあ、成立しなかったんですけれども、まあ、まあ、決定的なチャンスだったんですけれども、まあ、ちょっと逃しましたね。そこら、それを。で、まあ、こういきまして、まあ、覗きましてね。で、白、一応これ、目がないですから、この白。で、黒もね、まあ、ちょっと、ね、安全に打ってますね、こういうとこね。まあ、ここを打つ必要、まあ、があるかないかは、まあ、別として、まあ、安全に打ちましたね。だから、ここではちょっと黒も、まあ、自分がいいと判断してますね。まあ、実際良かったですし、ただ、まあ、こういう緩い手を、ぬるい手を打つとね、やっぱりその差がね、やっぱりその何て言うんですか、やっぱり詰まってしまいますよね、どうしてもね。実際さっき 90% ぐらいでしたけど、今はもう 70% ぐらいですからね。地合いの差ももう1目とか2目とかそんなぐらいですから、もうかなり詰まってますよね。こういう手を打つとやっぱりそうなるんですね。碁ってやっぱりね、緩むとダメなんですよね。で、まあ、まあ渡っていきましたね。まあ渡ったのか生きたのかは分かりませんけど、でこう手抜きましたね。で中央のこれをね、生かしに行きました。それではいけないということでね。で黒もまあここを開きました。開いたっていうか、まあそうですね。まあこう打ちましたけど。そうですね。やはり白はここでは、ここを継ぎたかったですね。はい。ちょっと継いでみたかったですね。こっちがちょっとまあ浮いてますから、そう行きたかったですね。で、まあ、黒ここ打ちまし、ここにね、まあ打ちましたけど、まあ黒もここ行きたかったですね。逆にここよりも。で、まあ、こう打ちまして、まあ、この辺はもう感覚ですね。どこ打ったらいい、ちょっと分かりにくいですけど、まあ、つけまして、ぶつかって、まあ、これ、一見、飛んで、まあ、G しましたけど、今は、そうですね。まあそんなもんかなと思いますけれども、まあでもこれよりも、まあここ、つないでね、白はね、こことちょっとね、戦った方が良かったんじゃないかと。切ったら、こんな感じでいって、これとちょっと戦った方が、まあこっち守るよりも、まあ人工知能は戦えって言ってましたね。うん。ここ守らずにね。って言ってましたね。で、まあ、こう、守りましてね、黒も開きまして。まあ、この辺はね、難しいですけれども、で、ここに打った手なんですけれども、この手はですね、どうも人工知能によれば、これ失着みたいですね。で、人工知能は、何を示してるかって言ったら、もうこの石は相手にせずに、もうこっち渡ってけと言って、あ、すいません。相手にせずに、この辺は、こう行けって言ってましたね。で、渡りを見て、稼いだら、こう行って、切ることはできないですよね、これ。先手でこれ切られちゃうからね。で、まあ、当たり打たれて、まあ、これ取られますかね。まあ、これはそうですね、こういってこう抜いてこういって、まあ、
こう言って、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 まあこれで結局取られますね。取られましたね。取られちゃいますから、これ無理ですね。ですから、黒がこう言って、ただ白こう行かない。いや、これは無理とし、まあ、遮ったとして、こう行ったら、こう行かないといけないですね。こう行って、こう行って、こうやって生きてしまえと。はい。こうやってやって生きてしまったら、もう黒必勝だろうと。いうことですね。いうことだったみたいです。まあそれはいいとして、でまあこういきましてね、まあそうですね、まあ棋風じゃないですね、でもただこういうのはね、上の四段のね、 でまあここではね、でもかなり黒もね、ちょっとまあちょっとミスが多くて、かなりもう 5対5ぐらいになってますね、ここでは。でこういきまして、でここ行ったのがちょっとね問題だったみたいですね。それでここでは、まあ、こう行けと。でまあこっちをこっちとまあその戦った方がいいと、そういうふうに示してましたね。それでだから大体5対5ぐらいだったんじゃないかと言ってました。でこれがまあ小さかったということでした。はい。まあ、ビザですけどね、それはね、1目、2目とかそういうぐらい、そんなぐらい、1目半とかそれぐらいのあれなんですけれども、そういうふうに示してましたね。でまあ、こういって、こういってね。で、黒ここ次まし、ここに繋がってしまいましたから、黒が。これで黒が、その、心置きなく白を攻めるようになった、攻めれるようになっちゃったんですよね。で、まあ、覗いて、でまあ一応これで切れましたね、この白は。全体の白は切れましたね。で問題はこの白が生きれるかどうかですね。はい。でこういう風になると、こう取りに行くとね、上の四段はなんか非常に力を発揮しますから。でこうつけまして、でですね、どうもね、ここからは、どうもこの白が、取られてるみたいなんですね。はい。僕もいろいろ検討しましたけど、なんかね、生きる手はなかったみたいですね。こっからは。で、結局こうずーっと行くんですけれども、これがね、結局生きる手はなかったですね、ここでね。これついで結局ダメですね、これはね。でまあここを継ぎましたけど、まあ、ここ行きましてね、まあ、これで死にましたね。はい。これで死にましたね。まあこれは次こう行く手がありますので、こういきまして、ここ守ってね、守ってもうこれは死にましたね。ここ行ってももう意味はないですね、こういけば。でここで投了しましたね。結局この石が全部死にましたね。まあ上の、まあ、途中までね、まあそのまあもともと上の四段がねリードしたんですけれども、まあ途中でね、まあその形勢がまあその、負けまでは言ってませんでしたけど、リードまではされてませんけども、まあ、かなりその、迫られてね、そうしたんですけれども、結局はね、最後にね、まあこの退席を仕留めてね、得意のね、パンマーでね、解消したということでしたね。はい。
今日は以上です。